イブニングって言ったみたいけど、イブニングの意味分かってないから。サラマ、サラマ、マランかな？あ、合ってるっけ？マランだったっけな？いや、フォーゲット。フォーゲットイザリー。こんにちは。いや、こんばんはか。日本だと今は、31だけに、31アイス、AM が午前だよね。 PM か。31アイス、Thank you. 31。やばい、前回配信した時と服装が一緒すぎて、なんかやばい、やばい人みたいになってる。違うの、たまたま。日本でも AM、PM は使うでしょう。だって、いや、まあ使うけど、まあ午前、午後だしね。こっち見たら同じ数字で言わんじゃん。20時とかさ、っていう言い方するじゃん。こっちは同じ数字だからね。ようわからんくない？PM か AM か。今日もタピオカを飲んでいます。これめっちゃ安いの、5リンギット。いや、日本円でだいたい150円、200円ぐらい。1リンギット30円で換算すると、まあでもだいたい34円ぐらいだから。うん、マレーシアは AM、 何時 AM、 何時 PM、 基本。うん、何、20時とかっていう表し、だってさ、もうなん、え、どういうあれなんだろうね、どういう世界、基本 AM、PM ってさ、世界共通だけどさ、確かに20時とかっていう言い方ってさ、どこでするんだろうね、海外とか。ほい、ちょっと、I don't know。 うん、そうそうそう。っていうか、そう、今日ウォッシングマシーンが、そう、あの X にポストしたんですけど、マジで、そう、なんだっけ、衣服たち、衣類たち、 T シャツとかがピンクになったの。そうで、と思って、でもなんか日焼け止めとかかなみたいな、でも別に日焼け止め塗ってないんだよねと思って、で雑菌みたいな、でもなんかそのさ、洗濯機の中に長時間置いとったらって言われたけど、うち洗濯できたらすぐ干してんのよ。だから洗濯機の中に長時間洗濯物があるっていうことがそもそもないんですよ。だからなんでピンクになったんと思って、わーいっていう感じなんですけど、そう、もうほんでもう一回、そう、ワンモータイムランドリーしたんですよ、私。そう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 、そしたら取れるかなと思ったの。そう、ならんかった。なんで？マジで。なん、ねえと思って、なんで、初めてなんだけど、なったん。だし、私洗濯機回した後、中ってちょっとウォッシュアンドライになってるんですけど、ほんまにリドル
little dry no dry なんですよ本当に。だからちょっと湿度が高いんですよ、その洗濯機の中が。だからいつも開けっぱなしにして、乾いたなと思ったら閉めてるんですよ、あの洗濯機を。そうなんだけど、なんかだから雑菌とかさ湧かないようにしてるんだけど、なんでいいみたいな。まあでももともとついてるやつやからね、ここに。なんかよう分からへん、わーいって感じ。そう、なんで？本当にワーイなんですけど。そう。やばつ。そう、謎だだな、謎なんだ。おー、わーい、マレーケナパー、わーい、セイム。あー、うん、そうなんですよ、マジで。ほんと最悪すぎ、マジで。ピンク色になっちゃった。そう、あとベーグルもね、なんかベーグルを買ったんですよ。でもあれ買ったのいつだっけな、おとついとかだったかな。そうなんですけど、なんかなんか買ったんですけど、なんかベーグルって茹でてる、なんかこうもっと身が結構きちって詰まってるじゃないですか。でもちょっとすかってて、でなおかつなんかちょっと焼いてんのかなってぐらい、ちょっと表面がちょっとパリパリ系だったんですよ。でもさ、冷たいよりさやっぱ温めた方が美味しいじゃん。だからちょっとチンしたらラスクみたいになった、パッサパサになったよね。カリッって言ってたもん、カリッてカリッて。うん、ベーグルがラスクになりました。で半分は、いや半ハーフハーフにしてて、だから半分はちょっと温めてラスクになったから、半分はもう冷たいままで食べました。でも冷たいままで食べてもベーグルのむにょギュッてる感じはなかったから、ベーグルだったのかな。でも名前はベーグルって書いてあった。でもちょっとベーグルでもいろんなベーグルがあるんだなーって感じ。うん、たまたまだったんか分からんけど。うん、なんかコメントが巻き戻して見れないや。なんかバグってる、なんかバグってる。
これタワーなの？え、これタワーなの？誰かタワーもしかしてくれたん私に。え、これタワー？ノータワー？あ、タワーやん。リュッケさん、頑張って寝たわ。くまちゃんの、わー。So cute. Thank you. ありがとう。んで、ワン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 。あ？お、お？あ、ない。待って。出てこない。ふわ、誰誰？あ、ナーラブさんか。ナーラブさんありがとうございます。ピンク、ピンクプリティベア、Thank you.So cute, cute bear. Thank you, thank you. ありがとう。お久しぶりです。だって。うんふんふんふん。あんまさ、こっちでさ、お久しぶりとか使わんよね。お久しぶりってあんまないんだって。なんか当たりがいっぱい出てる。すごい。なんか久しぶりあんま使わないし、なんだっけな、なんだっけ、なんかロングノットシーみたいな、長い間あなた見てなかったみたいな、忘れたけどなあ。あ、ロングタイムノーシーだ。あ、そうそう、それそれそれ、ロングタイムノーシー。でもあんま使わんつっとった。そう、じゃああれかと思った。 It's been a while。うん、でも違うらしい。ラマタクジュンパ。お久しぶり。うふん、そうなんだ。ジュンパラギー、ワッツ。ワッツ、イングリッシュ。イングリッシュじゃねえわ。ジャパニーズ。とりあえずご飯が喉を通って、いやご飯しか食べてないっていうか、なんかお菓子とかばっかしか食べてない、本当に。あ、またね、あー、またね、あーあーあーじゃあパラキーじゃあまだやけどな、まだまだ。またね、確かに、なんだろう、またねって See you とかでもいいし、 Bye とかでもいいし、 See you tomorrow とか、 See you again とか、 See you later とか、なんか言ってますけど、
あんまり意味は分かってないです。私もうバイバーイみたいな、なんかそういうでっかいくくり確か認識してないですけどね。私は喉を取らず鶏ガラ見たくなって、いやー鶏ガラになりたかったんですよ本当に。なんかそれこそレッスンが始まったんですけど、ダンスレッスンがですね始まったんですけど、そうあの本当にアドラメンバー very good good style、スマートスマート、あスリムスリム very slim、I'm not slim、 wow、そうなの。Yes, yes, yes。マレー語は大変だけど、基本、基本って何？基本ってなんだっけ？あでも always speak English everyone teacher manager speak English。なんか何だっけ、説明とか、説明ってなんだろうね、間違えた逆だ、エクスペエクスパネーションエクスエクスエクスパネーション、Difficult。待ってよ。difficult、difficult。Difference？ いやいやいや、difference は違いだ。え？ difficult。難しい難しい。difficult。もう。difficult、different。Which, which? Forget, forget. A lot of word. Forget, forget easily.
In Malaysia. Yes, I live in Malaysia.セトリ？セトリってセットリストのまんまじゃないの？違うんかな？ランゲージレッスン？ No Myself ああ、マレー語がで言ってくれてるけど、ちょっと何言ってるのか、ちょっとよ。バーン。あ、BHASHBHSA あ、インドネシア語かな、まさかな、あ、間違えた、マレー、あ、なんで英語になったんや、日本語、日本語、あ、マレーシア語を話すことができますかってこと、あー、サンガセダップマカンマカン、イニャパトロナカババイカババイ、あーノーシーノーシー TV I will try. え、テレビあるよ、あるある。普段の会話は英語がそうですね、ベーシックかな。うん、基本はトークする、メンバーとか時はイングリッシュ、
けど、X、インスタグラムストーリーはまだ翻訳かけてる。なんかちゃんとした英語が喋れないから、文法とか文節が分からなくて、私が今喋ってるのは基本ワード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 だから、文節はもうごちゃごちゃだし、ちょっと意味も違うかったりとかするから、なんかそう、なんか分かる範囲でまず最初に書きたいやつとかはとりあえず先に自分で書いてみて、でもで翻訳機にかけるの、自分で英語で書いてみて文章で翻訳機にかけたら日本語が違うかったりするのよ、伝えたいことじゃなかったなるから。だからそれでちゃんと正しいやつを見て、ああこういう風に言うんだみたいな感じかな、っていう感じで X とか Instagram のストーリーとかはポストしてるけど、まあまあ喋るときは基本ワード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 、分からん違いが、なんか難しいと思う。なんか I'm going to は same でしょ多分。だけどなんだっけな、be able to かな、もう same あ、なんだっけ、何々するつもり、be able to、 I'm going to、 I will、 一緒、全然違いが分からん。そうね、一緒って思うんだけど、ん？って感じ。あ、 can と be able to が一緒。そういうことか。あ、できるか、略詞で言うと、あ、何々するつもりが will going to ってこと。難しい。でもすごい難しいのが、翻訳機にかけて音聞くじゃん、あ？ってなる聞き取れなくて、自分がなんかえみたいな、ん？ってなるし、自分がやっぱジャパニーズイングリッシュ、ジャパンイングリッシュってなんていうの、日本人の発音の仕方の英語だから、なんか伝わんない、すごい結構ん？ってされる。なんか自分は翻訳機とか調べたやつとかこう自分なりに言うけど、ん？ってなって、あー、なんとかって聞き返されるんで、ああそう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 って言うんだけど、難しくて、それがそう、んーってなっちゃう、いつも。そう、難しい発音が、だから基本聞き取れん、マジで。お店の人とかマジで聞き取れん、何言ってるんだろうと思って、いつも笑顔やけど、そう、なんかもう英語を考えすぎると英語も喋れんし、日本語もなんかすごい片言になるんよな、なんかな、なんやろな、なんかようわからんくなってる、どっちもようわからんくなってきて最近あはははリスニングが難しい、リスニングが。
うん、でしたでした、よしよし、日本うん、こればっかりはもうそんなね、すぐすぐできたら苦労はせん、誰も。なんかどっちが先なのかな、人によっては言ってること分かるんだけど自分がまだワードがあんま分かんないから返せないっていう人と、言ってること分かんないのにワードだけ知ってるから返せる。でもワードだけ知ってんだったら返せるよね、ちょちょちょ、聞き取れるよね普通に考えたら。でもやっぱ先なのはやっぱみんなあれかな、なんとなく言ってること分かるがやっぱ多いんかな。なんかうちのメンバーっていうか同じ日本人メンバーも結構言ってることは分かるんだよねって言ってるメンバーが多くて、そう、言ってることはなんとなく分かるみたいな、まあただなんかそんなそこまでまだちゃんと返せないんだけどみたいな、言ってること分かんない。私はねめちゃくちゃなんか知ってる単語出てくるんだけど、あー意味なんだっけなーってなっちゃうんですよ毎回。そう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 、そう、うん、なんだっけみたいな、待って待って、それね知ってんのよ私とか、あとは音が一緒、なんか自分の耳で聞き分けられなくて、なんか私がめっちゃあの一緒やんと思ったのはハートとパート、もうマジで一緒に聞きしか聞こえない、一緒なんかなっていうか、そもそもハートの音がまずあの出せない自分な、ハートと痛い、ペイフルペイフルペイフル、あ、なんだっけ、ペインペインじゃなくてペイフル、ペイ、あ、なんだっけな、ペインシン、違うな、あ、なんだっけ、痛いってなんだっけ、がなんか一緒の音に聞こえるのよ私は。でも一緒って言ってたけど、ペインフル、あああかな、そう、だから同じ音がありすぎてんってなる、わかんないってなる。ああじゃあそう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 、痛い、あ、難しい本当に、ハートとこっちのハートが一緒な音、うんってなるよね、難しすぎて本当に無理なんだけどマジで。でも状況でああねってなるけどね、やっぱジェスチャー、ジェスチャー、ジェスチャーは大切本当に。そう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 、難しい本当にね、難しいマジで大変だ本当。だけんさ、なんかその難しいなって思ったよ本当。歌でもそうだけど、カタカナすぎて R と L のあれが違うとか、あとTH とか、むちゃくちゃむ難しいと思ったよね。マレー語もそうだし中国語もそうだし英語もそうなんだけど、なんか中国語ちょっと習っとった時、 YouTube で勉強した時とかも難しい。あ、中国語は口を、日本語ってさ口ぶっちゃけ開けなくても出るんだよ音って。だけど中国語とか英語とかって結構口を開けないと音が出ない
っていうのがむちゃくちゃ、まずそもそもあの作り構成が違うのと、あとあの単の使い方がもうそもそも日本語にはないからすっごい難しくて、そう、めっちゃ難しいって思った中国の時にも、ファっていうのがなんかファって言われるからファって言ってんだけど、ノーノーノーって言われんの。ファ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 難しい、うん、わ、中国語ね、うん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 、関東ファとかのファファファ難しい、何の音って言われたら難しいけど、ってなる。もうだってそのあれが違うよみたいな、違うみたいな、何が違うみたいな、そうそうそう、なんか私のスタッフさんでも、私の事務所のスタッフさん、私の事務所のスタッフさんっていうか、まあこっちのね、もう広東語も喋れるし、中国語も喋れるんだけど、難しいよねって言ってた。その人もまずもうなんかあのまあ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 みたいな、あの4つの音がもうまず難しい、でもみんな言ってた難しいって、耳で聞き取れないんだよね、あの耳で聞き取れたとしても自分の口からその音が出なくてすっごい苦戦するってなっちゃくて、ゆいちゃんノーノーノーって言われるのよ。バリムズってなる。いや、広東語はバリバリ難しいよね。一番難しいんじゃないっけ、世界で。違うっけ。でもなんか難しい言葉何世みたいに入るぐらいの難しさだよね。そう、超むずいなと思ってさ、わーってなるよね。でもじゃあ自己紹介しなきゃいけない、ダザハーって言って、これ合ってるのか分からんけど、これしか言えんけん、ほとんど忘れちゃった。中国語もあんなに頑張ってやったんだけど、毎日毎日勉強してたけど、もうすっからかんやん、すっからかん。そう、いや忘れたな、なんか覚えてないかな、E-R-R なのかな、 E-R 難しい、あーあ、いや、算数いいし、でん
七分。なあ、マレーシアだよ。なんか一二三四五六七八九十って言ってるけど違うねんって、これもね違うって言われるの。なんだっけな、十だったけど忘れちゃった。音が分かんないんだよね、音が、その音が分からない、もう音を忘れちゃったのよそもそも。だからそう、音がね、もう音を忘れると全部忘れるんよ基本。あとなんか、ね、なんか覚えとってもどういう意味だったっけなーっていうのがいっぱいある。つまやんとかどういう意味だったっけなーとか思うよね。どういう意味だったっけねーとかね。うーりゅーりゅーみたいな感じだから。そう、わっつって感じ。って感じ。ちょっとさっき練習勉強したのに全然覚えてない。そう、どまやん。でもこれよく使う、ファイちゃん、ファイちゃん、ハウチチチチ、ファイちゃんハウ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 チ。チーノとかよくわかんない。とっても、そう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 、おいしい。うん、善はなんか本当にみたいな、反がなんかとってもみたいな感じだったかな。は飲む、チー食べるみたいなね。あとはもう、あとはね覚えてる、ニータイクアイラ、あなたは、あなたはかわいい、かわいい、なんだっけ、あなたはかわいすぎるみたいな。そうそうそう、いや覚えてないよ、覚えてるのを言っただけ、覚えてるのを言っただけ。そう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 、昔あの昔勉強したやつ、髪色が違うように見える。これ絶対照明の、あのね、照明がね、暖色なんですよ、ここめちゃくちゃ。だから髪色が変わったように見えるかもしれませんが、あの髪色は何もいじってません。
変わってるように見えるんですけど変えてません。暖色だからちょっともしかしたらブラウンっぽく見えるのかな、わかんないけどブラックです。相変わらずブラックヘアです。I'm from Malaysia. そう、ここリビングなんですけど、そうそうそう、リビングの照明が暖色だから、そう、暖色に見えるんだけど、あ、暖色に見えるんだけどじゃなくて、あのブラウンに見えるんですけどブラックです。あ、でももともと、もともとブラックすぎないから確かに。あ、What are you from? あ、I'm from Japan. I'm from Japan めっちゃ言うわ、うちなんかほんまに。だいたい Where from? って聞かれるんよ。Yeah, I'm from Japan. Oh! Do you know Japan? って聞く。あ、Yes, yes. って言います。言われます、よく。What's your name? だって、まあ、My name is ゆりな京天。 Yeah, please call me ゆりな。そう、そうなんですよ。なんかね、黒なんですけどね、黒く見えんね、この照明だと。なんか、あのあれかも、写真と、あ、どうなんだろうどうなんだろう、わかんないな、ちょっと違いがあんまりわかんないかもしれない。I can't speak English well. I have to study English. めてない、ノーカラー、ノーカラー、カラーしてないです。茶色に見えるね。ね、茶色じゃない、めちゃくちゃめちゃくちゃ黒あー、めっちゃ茶色見える、すごい、わお、めっちゃ茶色に見える。どのくらい暑い、I don't know. Today. Ame datta. Raining. Demo ing datta shinkou kei? Rain. Nihon no hou ga atsui yo.ジャパンのはほうザンザンいる
レイン、レイニングって雨降ってるよってことやもんね。進行形ってことですよ。でも何でもいいのよ、伝われば。ああ、残があった方がいいんか。でさ、もうさ、それもめっちゃ苦手やねんな。なんかその残の使い方とか、まあの使い方とか、よう分かれへん。日本の方が暑かっただったら、ジャパンイズモアホッザン、おしまい。マレーシアより日本の方が暑かっただったら、マレーシアより日本の方が暑かっただったら、マレーシアイズホッタホッタザンジャパン、合ってる？逆か。ジャパン is hotter than Malaysia か。日本の方が逆か。日本の方が暑かったってことはこうか。でもうこれいつもやるんやけど、ほんまに分からへん。ひっくり返すときとひっくり返さんときの違いは何なん？分からん。日本だから、もううちはもう分からへんときは、分からんときはね、合ってるか分からんけどね、日本の方がでしょ。だからジャパンイズベタホットっていつも言ってます。わからんですもん、なっても。主語が日本だから、そうなん？主語が日本なん？どういうこと？日本の方が、もうこんなこと言っとったらお前そんなんでほんま大丈夫なんかってまた言われちゃう。もうやだ。日本の方が日本の方が日本の方がマレーシアより暑かった。日本よりマレーシアの方が、マレーシアより日本の方が、マレーシアより日本の方が暑かっただから、日本の方が暑かったのを主張したいから日本が先ってこと？じゃあモアの場合は別にいらんのか。日本の方がやから、ジャパンイズモアホッザンフィニッシュ、どういうことか。
あ、ジャパンイズモアホット、おー、オッケーオッケーオッケー、セリーンか、シンプルイズザベストやね。いやー本当に覚えられん、マジで。なんかもう中学生で習った英語ですら覚えれないからね、基本。そう、むずい、本当にむずい、マジで、はあ、本当にのこと言っとったらさ、またさ、バカやなって言われてさ、ほんま勉強しとんかとかさ、めっちゃ言われそう。なこと言われたってね、これでも一応頑張ってるんやけど、難しいのよ、なかなか。なかなか難しいのよ。でも最初の方はもうなんかとりあえず単語をつなげて、単語をとりあえずいっぱい覚えて、単語をつなげて、言えば、どっちにしてもお互いファーストランゲージじゃないから大丈夫だよって。そのマレーシアの人も私たちも母国語じゃないじゃん、だからお互いにその学んで喋ってるから英語だから、そんなきっちりかっちりとかそんなじゃなくても大丈夫だよって言われます。ただもう本当に覚えられない。私なんだろうね、何人覚えてるかな、なんだろう、なん、あ、Which one do you like? あんま使ったことないけど。I can't make up my mind ってよく言ってる。よく言ってないけど、一回も使ったことないけど。あと、なんだっけな、忘れた、なんだっけ、なんだっけ、忘れてた、なんとかなんとか is betterBetter, better. あ、なんだっけな。どっちの方がいいって、あ、どっちの方がいいってなんだっけ。なんだっけな。あ、which is better?あれ、そんなんだったっけ、なんかもうちょい長かった気がするけど、ちょっと忘れちゃった、忘れちゃった、もう本当に、ああ、すぐ忘れる。一生前に進んどる気がせん。難しいね。なんか喋れるようになりたいんだけど、脳みそが追いついてない。
そう、脳みそがね、追いついてないのよ。いや、まだ1ヶ月で、でまだ2週間な。え、まあ、何もアニメ見てない。何にも、なんか何も見れんくなっちゃって、今もう TikTok か YouTube しか見れてなくて、どっちか。タピオカ、そう、アニメを何も見てなくて、別に今なんかその日本のアニメが見れないから、ちょっとあんまり何も見てないの。最近何してんだろうね、自分ね。よくわからん、自分でも。食べたい日本食？寿司。寿司、回転寿司。回転寿司、回転寿司。なんかな、こっちで回転寿司行ったことない。回れないとダメ、回れないと食べれないもんだって。回らないとダメ。あとは、スイーツなんか。スタッフさんが、あの、日本の方がスイーツは美味しいって言ってました。なんか、あの、こっちの方は甘すぎる、甘すぎるってなんて言うんだろうね、甘すぎるってなんて言うの、モアスイートなのかな。なんかそう、こっちのあのマネージャーさんが、スタッフさんが、そう、 too sweet、 too sweet、 らしい。食べたことないんだけど、こっちのスイーツとかあんまり。そう、でもマンゴーはめっちゃ美味しい。ベリーベリーデリシャスマンゴー。めっちゃ美味しかった。なんかアロー通り、なんて言うんだろうね、こっちだと。アロー通りじゃなくて、なんとかアロー、なんだっけな、なんとかアロー通りに行ったんですけど、のマンゴー美味しかった。
日本のより全然美味しかったよ。あ、ジャロン、ジャロワローみたいな読めない、読めないよ、なんだっけな、ジャロワローみたいな。なんだっけな、ちょっと読めないんだけど、めっちゃ美味しかった。あ、ジャランローか。そう、こっちで言うとね、日本語で言うとアロー通りなんだけど、めちゃくちゃ美味しかった。有名な観光スポット、 YouTube とかでも調べたら結構観光地としてなんか食べ歩きとかなんかによく出てきます、動画。めちゃくちゃにぎわってます、超人多い。土日はいっぱい人がもうにぎわっております。普通にうちより多分みんなの方が英語喋れんちゃう。AWAK ってなんだろう。あなたはこれ好きですかって、あなたは何が好きですかってか。ああ、あなたは何が好きですかって、さやすか、チキンライス and なんだっけあれ、忘れした、パンミ、あとナシゴレン、うん、I can eat spicy. I don't really like spicy.My favorite food, chicken rice, and nasi goreng. もうなくなるわ。
そうそう、1時間になるかな。じゃあちょっとそろそろフィニッシュかな。1時間経った？あら、ほんと。じゃあちょっとそろそろフィニッシュにさせていただこうかしら。この間はね、初めて TikTok ライブをしたんですけど、今日はちょっとギリラだったんですけど、TikTok じゃなくて、もうまた間違えた。なんだっけ、これ、ショールーム。ダメだこりゃ。ショールームをね、しました。ありがとう、みんな。わあ、久しぶりにこんな行ったよ。久しぶりにこんな人々が出入りしてるのを見れました。ありがとう。まあ、また次は何だろう、インスタライブか TikTok ライブかショールームかなんかやりますわ。でも TikTok ライブしたら TikTok のフォロワーさんがちょっと増えたの嬉しい。だからまたやろうと思います。イエーイ。そうね、まあ、でもちょっと次いつやるかわかんないけど、そうなの。なんかね、その日、今日って何日？火曜日か。なんか普通に平日の昼とかだったらいいんだけど、夜とかは仕事とかがポロポロレッスンとか入ってきちゃうからちょっと微妙で、まあ、今日はね休みだったんですよ。ちょっと明日はあまりだから、明日とか。だから、まあ、ちょっと夜できる日ってなると限られてくるんだけど、まあまたいつかやりますわ。はい、ちょっといつになるかは分かんないです。まあ、でもなんかできるようになれば、できるようになればできるタイミングがあればまたやります。ちょっとまだ分かんないけど、まあ、夜とかね、レッスンとかがある日とかだと無理だし、別に平日の昼とかは空いてるんだけど、平日の昼しやってもみんなが来れないじゃん、見に来れないじゃん、まあ、なんかあんまやんないから、夜ってなるとその夜そういうのがないときにってなるから、ちょっとまたちょっと空いちゃうかもねっていう。今日はなんかやろうかやらないか迷ったんですよそう、なんかどうしようかなと思って、この間 TikTok をやったけん、そうどうしようかなって思ったんですけど、いやでもこの夜だったらみんなゲリラでも、まあ、見に来れるかなと思って、ちょっとチャレンジでやってみました。
TikTok もあのインスタのストーリーはよく更新してるんですけど、 TikTok も3日に1回ぐらいは更新できるように頑張ってますので、ぜひ皆さんいいねとコメント待ってます。そしてフォロワーも待ってます。フォローも待ってますか。フォローも待ってます。じゃないとやめちゃうぞ。もう最近伸びなくなっちゃって、なんかちょっとオマイガーって感じ。そう、なのでぜひ皆さんよろしくよろしくよろしくお願いします。ってな感じでランキングを読みます。どうやって読むんだっけな。あ、これだこれだ。13位ね。13位ピッ。ピッタチャ？合ってんのかこれ。ピッタチャ？なんか美味しそう。で、12位がメトロポリスさん、13位がマーニャンさん、10位がオカヤンさん、9位ワイマツさん、8位チカイシーさん、7位あ、間違えた、マボロシさん、6位ニキオさん、ゾゾマリンから見てましただって。今年全敗。あ、また言っとったんだね。いいね、もう野球なんて遠い。次いつ見れんだろ、マジで。ねえ、ほんとに。5位ザックさん、レッスンも英語とマネージャーの勉強も頑張ってだってありがとう、頑張ります。4位リッチーさん、3位タイチさん、2位リッケさん、頑張ってねーだってありがとう。そして今日の第1位はナイラブさんです。リッケさん、くまちゃんタワーありがとうございます、ありがとう。そしてナイラブさん、くまちゃんタワーありがとうございます、ありがとう。はい、というわけで今日はちょっとゲリラだったんですけども、1時間半弱ぐらいかな、できてよかったなと思って、あります。なので皆さん、また次の何かの配信でお会いしましょう。というわけでバイバーイ、 See you、 See you、 ありがとうございました。テレマカシー。